かりました。お父さんお母さんも出てきました。あ、いいですね。またいけ。じゃあこっちを回ってみます。またブース回しますか。はい、行きましょうか。じゃあ雨が止んでるうちに。ブース回りしてきます。止んでるうちに。これが。はい、じゃあブース回り行きましょう。ちょっと回ってみますよ。どうですよ。これね、もう一番最初に行く場所も決めてました。ちょっとあれだ。雨が降っちゃったんでね、ビニールシートかぶせられちゃったんですけれども。段ボールだからね。そう、段ボールでしたからね。覚えてます？これもう皆さん、あのこういった時はもう記憶に頼ってください。そうですね。じゃあ団長、団長です。了解です。団長です。はい、ようやくなんかガチメイクになったような。完成です。ここから完成品です。さっきまでね、あのこちらの人っぽかったんですけど、まだこれでやっとあちらの、そうです、まだ州長になる前の1スタッフ仕事してました。これで州長と。これからも僕は今日働かないで楽しみますよ、州長。ちょっとね、さっきの雨でなんか、はい、ドタバタって感じがしてましたけど、あ、全然大丈夫です。大丈夫ですね。かえって涼しくなって皆さん過ごしやすくなって。そうですね、僕もなんかすごく今過ごしやすいです、うん、これ州長の力ですか。もちろんです。あとね、はい、先住民族広場でさっきお祈りしたんですよ。お、儀式を。そのおかげで雨が止んだんだと思います。これ、うん、雨乞いの逆ですよね。でもなんか雨乞いダンスっぽかったんですけどね。ああ、なるほど。そう、だから一瞬フラッシュ入れちゃったのかもしれない。これちょっと暑くなってきたから冷ましておくれよ。その通りです。これから多分また買っときますよ。これ今からどちらに行かれるんですか。今からね、雨で困ってる人たちにブルーシート届けに行くところです。優しいですね。州長自ら一軒一軒にちゃんとね、やっぱり州長の仕事ですね。そうです、もうあの超たるもの。そうなんです。僕今日フリーマンなんで特別担当がないんですよ。だ、困ってる人を助けるちょっとスーパーマンになろうかなと思って。あの困ってる方いらっしゃったらこれ目印です。声かけてください。声かけていただければいつでもお待ちしてます。首長かっこいいですね。ありがとうございます。イケメンでしょ。いや、あのメイクを取るとなんてことないんですけど、メイクをつけるとかっこいいんです。あ、なるほど。これを取ってメイク取ったらなんてことないです。これ金沢文庫芸術祭ってこういうマジックがあるかもしれないですよ。皆さんもね、こういうメイクでこちらいらっしゃってみればモテモテ、新しい自分が見つかります。ぜひ、あのね、今日間に合わなく来年まだ続くのでね、ぜひ。あと街角アートラリーもあります。あ、そうだ、これからね、10月1日からですね。そうですね、ワンデーイベントですけど10月1日からマジカドアートやってますので、はい、ぜひそちらの方もね。はい、州長待ってます。州長、その時はこの格好でいてくれるんですか。その時はですね、いないです。その時はいないです。また違う格好でいます。州長もしかしてスタッフの格好にしています。ただのお客さんでいるかもしれないです。じゃあすいません、ちょっとこれ助けに行ってあげてください。はい、はい、行ってきます。はい、お待ちしてます。ありがとう。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。州長、州長さすがですね。州長違う。じゃあこれちょっとぼちぼち行ってみます。これやっぱり雨がね降ってしまったんで皆さん結構大変なんですよ、この雨対策というのが。あの出店者の方もそうだし来場者の方もね、あのせっかくのね、ポップとかも全部雨で濡れちゃったりも大変なんで、みんなね暇そうに見えて暇じゃないんです。これ暇なとこは、暇そうにしてるとこはなんかね、雨を避けるためのそんなことをしてたりもするんですよ。じゃあちょっとこの辺からなかなかインタビューできる状況には見えませんが、説明してるところですね。
どうもこんにちは、横浜市民放送局です。ちょっとだけいいですか。こちら何をやってらっしゃるところですかね。こちらはお花のヘアアクセサリーを今布で作っています。あ、布で作るとお花のような形になって、あ、それでそれのヘアアクセサリーを作ってる。で、今それを編んでるところですね。だいたいどれくらいで時間かかるんですか。10分から15分ぐらい。なんか女の子にはね、ちょっと可愛らしいちょうどいいものができてます。好きな色の布を選んでもらえるので、そこが楽しんでもらえる。なるほど、自分の好きな色でできる。いいですね。じゃあこちらは何ですか。こちらはまた違う作家さんなんですけど、家具屋さんで木のスプーンとペンダントを作っています。おー、はい、それを自分で選んでもらって休んで自分の作品にしてもらう。そうです。実際にスプーンとしても使ってみたいな。食べてなんか木のぬくもりがとても良さげですね。なんか好きな形に自分にフィットするように休んでいるそうです。なるほど。はい、というなんかとてもなんかやっぱりね、手作りのものって癒されますね。なんか木のスプーンもなんかあれで食べれば本当なんかすごい心地よい食事になるんじゃないかなって、余計いいかと思います。遊びの森キャンプ秘密基地を作ろう、いいですね。3分ぐらいで。あ、ごめんなさい。ですね、長いですね。はい、ちょっと落ち着いてるところで、こちらはどんな横浜市民放送局です。峠とか、山とか、はい、あと四高原、いろいろあります。これはイースターエッグ的な。そうですね。なるほど、ね、はい、これ皆様、全部作品で。そうですね、はい、渡るさんが作った。もうそうですね、業者の方ちょっと一緒に。はい、渡るさんは一言で何屋さんですか。何屋さん、販売させてすですね。え、あと照明、そうなんですね、はい、でそちらの皆さんで作られたっていう、はい、はい、そういう感じでね。今日取材ですか。そうです。あ、モロッコ、ここ行ってくれたんですね。今日これもベラこの柄ベナンで、今年の柄早いですね。ベナンで早いでしょうか。はい、来場者の方は着ているものもおしゃれ。あ、また雨が、また雨が、じゃまた、はい、じゃまたどうも、ちょっと雨が、はい、雨がまた強くなってきたんでまた戻りますってことは、さっきの恐竜また見られないんですかね。はい、はい、皆さんはね、ドタバタして、また雨よけに大変な状況になっております。バタバタしております。あー、どっから入ってる雪がわからない。機材は雨に弱いんです。